千満清秀2月25日から1973年11月7日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。東京府出身。東京府立一中海軍兵学校39期、海軍大学校21期。実父は千満清次下海軍大尉。第19戦隊司令官などを経て、太平洋戦争開戦後の1942年10月に第16戦隊司令官。その後横須賀鎮守府海軍通信学校長を経て、1944年2月に第5艦隊司令長官に就任。いわゆる世に知られる、冷凍機海戦における島提督として名高い。もともとは通信術の専門家であり、その能力は大戦末期の誇張された海軍の戦果発表の艦破や正確な敵情分析に発揮された。台湾沖航空戦後、敗走中とされる第38任務部隊の追撃を受けようが、米提督の春勢は、損傷艦を故意に目立つ位置に配置し、島艦隊を誘引する。しかし、彼は正確な敵情分析から大本営発表が誤報だと艦破し、進撃を中止、艦隊は難を免れた。早1号作戦では、第2遊撃部隊を率い、西村艦隊と共同して、摺ヶ尾海峡経由での冷徹突入の任務を請け負うが、摺ヶ尾海峡海戦にて先行をする西村艦隊の全滅を見て、突入を断念、敵影とおぼしき者に魚雷を正射して、反転、駆逐艦一隻の損害のみで、見事、撤退する。1945年5月、高尾警備副司令長官、同時に大西滝次郎中将の後を受けて第一航空艦隊司令長官を兼務。しかし、日本海軍はすでに戦力を失っていたため、もはや米軍に対抗することはできなかった。米側は、島の後退に対し、将兵の命を守るためには仕方がなかったと評価している。ありがとうございます。